イリボソームペプチドは、細菌や真菌など微生物の二次代謝産物の中で、リボソームを経由せずに合成されるペプチドを指す。NRP と略記される。肌カエラ類のような高等生物も、NRP を作り出していることが知られているが、それも生体表面や内部に住み着いた微生物によるものではないかと考えられている。リボソームで合成されるポリペプチドとは異なり、 キリボソームペプチド合成酵素によりアミノ酸から合成される。この酵素は NRPS と略記される。NRPS はモジュール式の分子組み立て工場のモデルで説明されることが多い。メッセンジャー r n a を設計図としてペプチド差を合成するリボソームとは異なり、NRPS には設計図がなく、核。 NRPS により合成できる分子もあらかじめ決まっている。ヒリボソームペプチドはリボソームペプチドより非常に多様な分子構造を持っており、様々な NRPS により合成される。NRP は環状構造もしくは枝状構造を取ることも多く、コドンにコードされていないアミノ酸を含むことも多い。同じ配列のペプチドが2両体、3両体となり、 NRP を形成することも多い。ペプチド差が感化されることもあり、オキサゾリンやチアゾリンといった酸化還元可能な分子も合成される。また時には脱水素化も行われ、セリンからデヒドロアラニンが合成される。これらはほんの一例であり、他にも NRPS により多様な反応、合成が触媒されている。ヒリボソームペプチドは高い多様性を持った構造の分子であり、 自然界にも生理学的活性や薬理学的特性を持つ分子として広く存在している。毒性を持つものが多く、親鉄性を持つものや着色しているものもある。このうち一部は抗成物質、細胞増殖抑制剤、免疫抑制剤として利用されている。ヒリボソームペプチドは一つの、あるいは複数の NRPS により合成される。通常、 NRPS を発現する遺伝子は、それぞれの NRP を生合成するための遺伝子クラスタ中にコードされている。NRPS は一つのアミノ酸導入に対して、一つのモジュールと呼ばれるブロックにより構成されている。それぞれの NRPS は一つまたは複数のモジュールによって構成され、NRPS 同士は酵素の端に位置するコムドメインによって、 前後の NRPS を認識している。それぞれのモジュールは、ドメインと呼ばれる、NRP 合成に必要な様々な役割を持つ部位の集合体により、成立しており、約15個のアミノ酸によりドメイン同士がつながっている。NRP の生合成の仕組みは、ポリケチドや脂肪酸の生合成と類似した部分を持っている。このため NRPS の中には、 ポリケチド合成酵素のモジュールを含むものもあり、アセテートやプロピオネートがペプチド酸に挿入される。ヒリボソームペプチド合成酵素は、以下のモジュールの組み合わせにより構成されている。このうち、集結モジュールは、各酵素につきそれぞれ一つ、開始モジュールと伸長モジュールは、基本的に合成されるペプチド残機の数だけ、存在している。 右側には各モジュールの主な構成ドメイン要素を示している。NRPS の基本的な構造の0ドメイン必須任意その他開始段階まず A ドメインでアミノ酸のカルボン酸が ATP により活性化されアミノアシル MP が合成される。続いて PCP ドメインにより同じく PCP ドメインに翻訳後就職されている4ホスホパンテテ,テンの チオール V とアミノアシル AMP とがチオエステルを形成し、アミノ酸が PCP ドメインに結合する。この時、F ドメインや MT ドメインを間に挟むと、アミノ元にホルミル元やメチル元が導入された就職アミノ酸が導入される。また A ドメインによっては、活性に MBTH 様タンパク質との相互作用が必要とされる。 身長段階各身長モジュールにつき、アミノ酸が一つ深し鎖が身長する。全モジュールまでに身長されてきたペプチドサのチオエステルと当該モジュールの PCPV に結合したアミノ酸のアミノ元とがシードメイン上で反応しアミド結合が形成される。これによりペプチドサが隣のモジュールの PCP ドメイン上に移動する。シードメインが サイドメインに置き換わることがある。サイドメインは、アミド結合形成に加えて、セリン、トレオニン、システインといったアミノ酸即差を、アミド結合を形成している、窒素原子と反応させ、オキサゾリジンやチアゾリジン骨格を導入するといった役割を持つ。ここに E ドメインが挿入されると、L アミノ酸の立体配置を逆転させ D、アミノ酸が合成され、 鎖の慎重に用いられる。集結段階チオエステル分解部位であるテドメインは、伸長してきたペプチドサと PCP ドメイン間のチオエステルを解離させ、ペプチドサを切り出す。その際に、ラクタムやラクトンの形成に伴い感情分子を生成するテドメインも多い。テドメインの代わりにアールドメインが用いられる場合は、チオエステルが還元され末端が、 アルデヒドやアルコールとなることで切り出される。就職生成したペプチドは、クリコシルカ、アシルカ、ハロゲンカ、ヒドロキシルカなどの就職を受けることが多い。これらの就職酵素は通常、NRPS と複合体を作り、同じオペロンや遺伝子クラスターにコードされている。NRPS の一般的な、触媒反応機構 PCP ドメインの活性には、翻訳語就職が必要とされている。 4ホスホパンテ,テテーニルトランスフェラーゼに触媒されることで、補光素 A のパンテテ,テーン元が PCP ドメインの活性部位に位置するセリンへと付加されることで PCP ドメインは長く柔軟で端にチオールを持つ腕を得る。多くのドメインは気質食い性が非常に緩く A ドメインでアミノ酸配列を決定しているだけである。すなわち A ドメインが リボソームペプチド合成の高度に相当する部位にあたる。ただし C ドメインは同一モジュール内のドメインによっては高い得意性を示す場合がある。誤ったアミノ酸が A ドメインに活性化され PCP ドメインへと結合した場合、タイプ2でドメインの触媒する加水分解によって PCP ドメインは何も結合していない状態へと戻される。 ポリケチド合成酵素と NRPS は似ているため NRP とポリケチドとが融合した構造の二次代謝産物も多数存在する。これは NRPS モジュールと PKS モジュールとが連続できることを意味している。両酵素の PCP ドメインの構造が似ているために連続反応が可能なのであるが縮合機構は全く異なる。ありがとうございます。